お菓子をいろいろ紹介していきたいと思います。その中でちょっと作れるものもいくつかあるので、今回はタルトでまとめてしまいたいかなと思っています。こんな感じのプチタルトを用意しました。あとはお化けとかに使えそうなマシュマロも用意しました。それ以外はハロウィン商品ですね。はい、こちらはトロリの地球グミとかのシリーズの目玉グミ、ポップアイになります。こちらは地球グミとはちょっと違う感じの仕上がりになってるんですけれども、味自体は同じっぽいですね。なので、もしこちら見かけて地球グミは見つからないよっていう時には、ぜひぜひこちらで味を試してみてください。今回は、ハロウィンということもあったので、むしろ地球グミよりもこっちの方がいいなと思って、こちらを買ってきました。2つ買いました。1袋、4個入りで500円くらいでした。はい、こちら今回は、ヴィレッジヴァンガードでゲットしたんですけれども、カルディにも一瞬発売された時があったようです。私は見れなかったんですけど、あと、イオンのカルディっぽい感じのコーナーのあたりに売ってるのを見かけました。はい、じゃあ早速気になるので一つ開けてみましょう。ちょく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 。4つしか入ってないって思うけれども、でもなかなかにリアルで面白い。で、地球グミと違うのが、このパッケージから出しても目玉部分があることなんですね。カラーは全部で4種類くらいあるんですけれども、袋によって偏りがあるので、私はこう傾けながら袋のところ見ながら、あ、これだとなんか色、この色入ってると思ってゲットしました。はい。地球ゴミ風に食べるんだったら、ここカプってやるんだよね。で、またそれ苦手なので、こっちから普通に開けます。開けるとこの目のバキバキ、ビキビキがなくなるから、ちょっと雰囲気違うかな。赤にしようか。はい。開けると、あ、開けるのはそんなに難しくないや。ゼリーとか開けるよりも、なんか、一箇所開いてしまえば、すごい。全然大丈夫って言おうとしたけれども、この食感にびっくりしてしまった。そっか、中にソースが入ってるからね。なんか、思ったよりリアルに、おお、プニプニな感じ。うわー、見て見て、この、なんだろう、マシュマロの柔らかいのっていうか、しっとりしたのみたいな感じの食感です。なんかミルクプリンの固めのやつを触ったような感じって言えばいいのかな。なんかちょっと表現しがたい感じなんですけど、うわ、キモさもいい感じですね。この周りのビキビキがなくなったところで、あんまり気持ち悪さは変わんないですね。うん、これは使えそう。はい、じゃあ、ドラゴンアイっぽいブルーも。なんか食べてみたいと思ったのに、全部違う色だったらもったいなくて食べられない。どうしよう。ウィー。この目のところのパーツがね、外れたら悲しいから、ここだけ優しく剥がそう。あ、くっついてるのもあるね。ほら、うまく取れないのがあります。あー、これなんか嫌だな。こっち側から行こうか。はい、うん。このね、内側は傷つきませんでした。おお、水色も綺麗。置いとくと形変形しようかな。そんなことはないか。はい、黄色も綺麗ですね。おお、こっち側から綺麗に取れると安心。黄色も綺麗です。あ、でもこれは取りづら系かも。どっかくっつきやすいところがあるんですね、きっと。あー、ここからソースが漏れたら私が食べよう。どうだ？セーフだった。確かにこれ、歯で噛んで、ブジって出たところを、うにょって食べた方が、この 形崩れとか気にせず、思い切り引っ張れるのはいいかも。私がこんな出し方してるからね。あれなんですけど。はい、こんな感じ。もう一つの、この組み合わ
スだけ見ようかな。あ、え、マジで？これ全部赤だった。え、もう赤欲しいって思ったから赤1個だけ見えてて、とりあえず1個あると思って買ってみたら全部赤だったよ。うん、これはこうね、うん、遠慮せずに食べれる系だね。はい、これ一つずつと、なんか小袋のお菓子1個とかでハロウィンのお配りとかにしてもね、いいかもしれない。それぐらいだったらいいんじゃないかな。ただまだまだ入手困難なのでね、見つけたら、欲しかったらもう即買いですね。じゃあちょっと切ってみるのをまた後にして、タルトにしてからねやってみよう。ということで目玉グミはこんな感じでした。はい、続いてはこちら、キャラメルコーン開けていきます。キャラメルコーン、なんとお化けが入ってるかもということで、このパッケージを見てこれは買わねばと思って買ってきました。限定フォトフレームもゲットできるそうです。お化けを見つけたらフォトフレームで写真を撮って SNS でシェアしてねってこともやってるそうです。へー。はい、裏にはハロウィンパッケージ限定のお化け占いがありました。袋に入っていたお化けの数で占いができるよ。お化けが0から2個の君、金運がピカイチ。思わぬお小遣いがあるかも。もう一つ買ってみては。お化けが3、4個の君、人気運が良好。映えるお化け写真を撮れば人気者になれるかも。お化けが5、6個の君、ラブ運良好。お化けにも好かれるほど魅力あり、気になるあの人にもアピールだ。お化けが7個以上の君、そんなこともあるの？何事もうまくいくラッキーな日。友達にもお化けをおすそ分けすればみんなの運気も上昇だねと書かれています。へえ、面白い。じゃあ開けてみよう。お化けちゃんいっぱい入っていますように。はい、ではいきます。探せるかな。え、いなくない？このサラサラサラの中にはもういないですね。2段目サラサラサラ。え、やばい、一個もいないかも。え、一個はいてよ。あ、いた、なんかいたぞ、なんかいた。え、でも一個だけ。いてくれたの見逃さなかった人、どこにいるかわかりますか。はい、正解はここ、これでしょ、これ。うわ、微妙な感じの顔なんだけど、ちょっと可愛いの出てきてよ。他にはないかな、こっちが表かな。はい、ということで私の結果は1個でした。うん、あの悔しいから買いたくなるね。あ、でもとっても可愛いです。面白い。なんかこう紛れちゃうから知らずに食べちゃいそうな気もしますけどね、ちゃんと分かってると楽しいと思います。はい、今回のお化けキャラメルコーンは声優さんで手に入れました。続いてコアラのマーチ見ていきましょう。いたずらしちゃうぞって書かれてるんですけども、すでにいたずらされてますね。魔が反対になってる。すごい、初めえって思ったんですけれども、うん、そんな感じらしい。はい、遊べる子放送、はじめ社長が書いたコアラが出てくるかもということで気になって買ってきました。はじめ社長コアラ、はい、こんな感じで迷路だったりキャラ探せるゲームだったり、フォトプロップスとして使えるようなパッケージもあるみたいです。さあ、はじめのね書いたコアラっていうのはどうなのかな、これかな、違うのかな。さあ行こう、開けてみよう。これはこっちで行ってるか、あ、行ってないや。これね、あ、ぐちゃぐちゃになっちゃうからやっぱ切ろう。どんなのが出てくるかな。1個目、じゃん。あ、これは耳、これ耳もう片方出てこないと微妙だね。でもう一つは、あ、同じキャラを探そう、裏にあるコアラと同じものを探してね、だって裏にあるコアラこれです。はい、じゃあ10秒チャレンジ、よーいスタート。おしまい、見つけられたかな。はい、これですよ、これ。ウィンクしてて、お目目が三角のかぼちゃを持ってる。お目目のウィンクは右側、
右側のウィンク、かぼちゃを持ってる。お口は丸ということで、これですね。はい、正解はこれでした。はい、続いてはこれは、あ、耳同じバージョン。続いてお口が出ました。口いいね。これ口は使える、1個でもいいから。はい、続いては迷路です。迷路はまあ当たった人楽しんでね。はい、続いては迷路、もう一つ出てきました。あ、結構迷路多めなの嬉しいから、何気に好きだよね。そして口のやつが同じですね。同じデザインできました。あとは、はい、これまた探しゲームができます。やってみようか。じゃあ行きましょう。はい、今度はこちらのお化けです。10秒チャレンジ、よーいスタート。おしまい。はい、今度のお化けは、かぼちゃの、このランタンかなを左手に持っています。これも笑顔ですね。で、お目目にっこりで、この口の中の牙は2つ、帽子をかぶっています。さあ、こんな感じのを見つけてみよう。はい、もうわかったかな？答えはこちらですね。はい、帽子をかぶっています。続いていきましょう。あ、反対側が出てきた。色が違うけど、これで両耳できたので、こう持ってね、写真撮れるね。で、ラストは耳、また片方かい。はい、ということで、意外とね、この左耳かなだけがいっぱい出てきました。まあ、これとね、これで組み合わせてもいいかもしれないよね。ということで、残念ながらはじめ社長が書いたコーラっていうのは出てこなかったんですけれども、みんなは探してみてください。はい、中のコーラちゃんたちも全部ハロウィンコーラになってるのかな。ちょっと開けてみてみましょう。はい、じゃあ開けていきます。ビリビリ。そうだ、1個に6個入っていました。この中でハロウィンっぽいのはこの子ですね。かぼちゃと魔女と、あ、でもこれも魔法使いっぽいや。これは普通？なんだろう。これもほうきに乗ってますね。え？すごくない？これもパーティーっぽいけど。あ、結構ハロウィンっぽい子がいる。ちょっと続き買ってみよう。これは妖精コスチュームが2人いて、天使っぽい子が1人、魔女っぽい子が1人。パーティースタイルな感じですね。あ、これドラキュラかな。ドラキュラさっきも出たやつ同じかな。あ、面白い。じゃあ耳は個人的にあんまりいらないから耳使っちゃおう。もうちょっとなんか絵柄あるかな。続けて見てみよう。あ、にっこりな感じの、はい、魔女っぽいのもいるし、やっぱ普通のも一応いますね。なんかただ歌ってるだけとか、なんかなんだろう、先生っぽいのとかもいます。あ、じゃあこれも運次第な感じか。あ、でも面白いな。こんなに高確率で入ってるんだったら絶対にどれかはね当たると思うので、みんなも探してみてください。はい、ではこちら手作りハロウィンニコレートキット開けていきたいと思います。入っているものはチョコレート、ホワイトクリーム、ピンククリームのペンと、ガルボ、アポロ、チョコベビー、台紙になってます。こちらを組み合わせていろんなのを作るんですね。ちょっとこれ同じ風にやってみたいと思います。うまくできるかな。こちらのキット買えなかった人でもチョコペンとガルボ、アポロ、チョコベビー用意すれば、まあ似たようにできるので真似っこしてみてください。はい、横を見るとね、雲だったり、お化け、キノコお化け。あ、キノコお化けってあれだね。キノコの里ないとできないけどね。とかなんかいろんなアイディアも書かれてます。この骸骨とか雲に使われてるのはチョコボールとかアーモンドチョコとかじゃない？で、いろんなアイディアがついているので、参考にしてみてね。可愛い子もいるね。お！タケノコの里使ったのもいる。まあ
まあ今回はハロウィンっぽいやつで攻めていきましょう。骸骨はでもちょっとやりたかったな。5匹作れるって5匹しか作れないのか、むしろ。はい、台紙もハロウィンっぽい感じのしっかりした台紙ですね。お、いいね。はい、ガルボ、ガルボは何本入ってるかな。あ、意外と入ってるじゃん。7本入っていました。で、アポロは量、おつまみしてたらね、なくなっちゃいそうな。11個ですね。チョコベビーパラパラ。まずはこちら、硬いので湯煎で温めていきます。火傷しないように注意しましょう。はい、ということで温めてきました。口の先の部分はねじることで切れそうですね。よかったよかった。他のチョコベビーとかアポロとかとこのパーツをつけるとき、ガルボとくっつけるときには茶色が目立たなくておすすめだし、目とか、かわいいね、まあ、ハートとかちょっとペイントしたりするときにはピンクの方がいいかな。はい、ということで、じゃあ早速やってみよう。横にクッキングシートを敷いたお皿を用意します。クッキングシートの上に乗せておくとくっつけた時のね、チョコレートが溢れてしまっても、お皿にくっつくことなく、綺麗に剥がすことができます。あんまり動かさなくていいように、この上でやった方がいいかもしれない。こう、グラグラするからね、ガルボって。あんまり固定できないから。目だけ描いちゃおうかな。目先に描くとおかしいかな。あ、ねじ切れると思ったら、あ、切れた切れた。ハサミが必要と思っちゃったけど、大丈夫そうですね。じゃあ、目描こう。丸く出せるかな。あ、意外といけるかも。ちょっと目飛び出すぎ。押し付けて描けばいいのかもしんないけど、意外と難しいね。縦長の目とか。キモ。なんかちょっと変じゃない。目が斜めなんだけど、もう見てるところがね斜めだからって許して。ちょっと大きめにしてみようかな。うわー、目が垂れる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 、やばい。で、口？あ、コウモリっぽくするんだったら、これコウモリにする？ニコってやって、爪楊枝とかあれば爪楊枝でちょっと引っ張ってあげるととんがりになっていいかも。バランスよ。で、口口角上げるのもちょちょちょっとこう引っ張ってあげるといいかも。これは何ぞって感じですね。あ、しかももう固まってる。やばい、結構さっさかやらないとまずいかも。このキモいのは口大きく開けよう。気持ち悪いの、全体的に気持ち悪くするか。あ、これは何者。これは普通に2個でもいいよね。2個でもいい。2個って難しくない。そうだね、こっちの方がまだ可愛いね。この目と鼻の感覚あんまり開けない方が可愛いかも。よし、これが何になるか置いといて、あ、お化けっぽいのも作りたいな。よし、じゃあにっこりのお目目でもいいよね。見えるかな。ちょっと大胆めにやってるけどキモい。ありかなしか、まあみんなが判断してね。で、お化けの手みたいな、こんなの、なんか違くない。あ、でもお化けだぞの手に見えるかな。何これって言われそう。何これができてしまった。横長でいけるかな。横長横長
で鼻ちょんってつけて、ギザギザの歯、ギザギザの歯って難しいね。ギザギザとりあえず作っとけばいいか。あ、なんかハロウィンっぽくない？あ、ここで終わればよかった。はい、黒いの出しました。結構固まってたから、ここの真ん中にポチョって出せばいい。うわ、しくちった感があるよ。何これ、あ、でもね、上から見れば大丈夫そう。こうやってこうすればいいかも。目の大きさがね、変わっちゃったから仕方ない。こっちもでかくするしかないよね。ほら、こうすればいいかも。気持ち悪かったお化けたちがちょっと可愛くなるかもね。はい、じゃあこれはコウモリにしたかったから、アポロのこっち側にチョコをつけてこうすればいいね。で、固まるまで待つって感じ。難しいね。なんか反対側にもこうつけて、これ溶けばいいかな。で、固まるまでこれは触らない。で、コウモリはなんか頭のとこにもなんかついてるから、ちょっとつけて頭にも、これもちょっとつけて、こうかな。ピッ。できた！で、これを帽子みたいにするのもありだね、確かに。はい、こんな風にして、あとは固まるまで後で冷蔵庫に入れておきます。はい、冷蔵庫に入れていなくても10分くらいしたら固まりました。固まったらこんな風に持っても、ポロッと落ちません。はい、なんかね、不思議な、不思議な。やつができたよ。なんかプレゼント持ってるみたいにしてみたよ、これは。で、これがお化けね。はい、かぼちゃはなんかヘタっぽく作ってみたけれども、よくよく考えてみたら立ててもよかったよね、チョコベビーだし。はい、あと帽子つけたのも、あの斜めにくっついちゃったんだけれども、安定感ある感じでしっかりくっついてます。この角度でもね、いけるのはありがたい。ではこちらや目玉を使ってタルト作っていきましょう。はい、タルトは開けると9個入ってます。これで250円とか270円とかそれぐらいの値段で手に入ります。これはあのお菓子の材料を売ってるようなコーナーによくありますね。では、いろいろ動かないようにクリームとか絞りたいんですけど、今回は子供たちチョコ好きなので、声優のね、チョコクリームを用意しました。綺麗に入れるために今回は絞り袋に入れました。もうね、買っちゃったら、ぐじょぐじょ混ぜる前に、ポンとチョコクリーム一パック入れちゃうと、他に使う時も意外と楽かも。はい。で、これを絞り入れていきまーす。生クリームとかあればそれでも OK、 カスタードクリームでも OK。 はい、まずは目玉をのっけます。真ん中赤にしよう。こうするとチョコクリームがうまくね、こう傾かない押さえになってくれるので、生クリームよりも安定感があると思います。これ食べた時にあのゼリーがね、ボトって落ちたら嫌だなと思ったので、あえて動きづらいチョコクリームを選んでみました。そんな感じで、なるべく目玉が目立つように並べちゃいましょう。これ、後でお皿に並べてもいいし、このままだったらちょっとね、場所シャッフルして、こう、いろいろ置いてあげてもいいかも。これだけでインパクト抜群だよね。はい、ということで残りもこんな感じに仕上げてみました。クリームもあったので、チョコのあのクリームの上に生クリームを乗せてキャラクターを乗せると、黒いキャラクターは目立ちやすくていいかなと思います。逆にね、あのキャラメルコーンとか湿気吸いやすいのは、下にクリームを絞ってから上にあまり水分がないチョコクリームを乗せてあげると
食べる時も美味しくサクサク食べれるんじゃないかなと思います。持ち運ぶ時にもこの仕切りの容器に入れたまま、さらにねラッピングしてあげれば崩れることなく運べると思うので参考にしてみてください。私だったらねこんな感じでちょっと深さのあるお皿の中に入れて、さらにラップとかかけてあげればいいかなと思っています。お皿に並べてみるとこんな感じ。周りにあのコアラのマーチとかを散らしてあげると可愛いかなと思います。マシュマロ、このトッピングの中に使おうと思ったものなんですけれども、ちょっとうまくかけないことが分かったので、まあこんな風にチョコソースを爪楊枝につけてお顔を描いてあげるとか、ここにあるみたいな感じで立体感を出すために他の後ろのね背もたれ代わりに使うとか、そういう感じで使ってあげた方がいいかもしれません。実食。結構おいしい。あ、意外にありかも。なんかストロベリーっていうよりはラズベリーソースっぽい感じの味がします。はい、ということで今年のハロウィンはまだまだお家でパーティーかなっていう感じだと思うので、ぜひぜひみんな楽しんで作ってみてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。